はい、こんにちは。自己紹介2020年度版でございます。2019年度版とさして変わりません。はじめましての方、はじめまして、長いと申します。よろしくお願いいたします。そうですね、自己紹介簡単にさせていただきます。そうですね、と、 長内と書いてですね、あの、幼いというふうに呼びます。えー、そんなに多い名字ではないですよね。 えっと、なので、気分的にはマイノリティな気分ですので、なんか自分が何らかの側面において、なんかマイノリティだな、マジョリティぐぬぬっとか、あの、<laughs> 思ってる、えー、あの方はですね、あの、仲良くできる部分があるかなと思っていたりもします。えー、そうですね、あの、幼いという名字はですね、あの、全国に、あの、1万1300人ぐらいというふうに聞いています。で、この幼い会、 幼い界隈の中ではですね、この長内って書く幼いよりもですね、小山内っていうふうに書いておや、幼いというふうに読む、えー、幼いさんの方がですね、あのー、 マジョリティですねそちらはですね私どういうことをしてきたのかというとですね、まあ、あの大学とかでお話をさせていただいたりもしてますのでもちろんこう研究をしてきたわけです。でどのような研究テーマをなのかという言葉で対人関係という 意味を示しています。まあ、対人関係の、えー、心理学というような感じになっています。まあ、そんな感じでこう、混じっているわけです。で、もっと具体的に、えー、テーマは何なのかっていうとですね、えー、専門はなんとですね、なんとっていう方は変ですけど、無気力に関する、まあ、調査研究というのは僕の,あの長くやっているテーマでございます。無気力です。そう、やる気がないこと、えー、が僕の、えー、中心のテーマです。 これもあの簡単にこうやって申し上げていると、やる気がないやつ消しからんとかって思って、やる気を出す方法を研究してるんだっていうふうに、えー、多くの方あの、捉えていただけるんですけども、そんなことはなくてですね、僕はそもそもやる気がないってはどういう状態なのかっていうことに関心があります。やる気がないってのは一体どういうことなのかと、えー、いうことに様々なあの方面からアプローチして、えー、いますで。そもそも論。 そうです、ね、まああの若い方たちにも聞いていただけていると思いますのでなんかこうキャリア教育の一環というか、えー、一応僕もあのー えー、それなりに人生を重ねてきてですねもしかするとまあ若い方に聞いていただい,てもい,た,だいた時にですねああまあこういう人生送りたくないなとかそういう感じで,ですね反面教師的にあのキャリア教育的な部分でなんか貢献できればと思ってきっかけを簡単にお話しするとあのまあ僕若い時にちょっとやる気がなかったんですね。で、えー、まああの 何に関してもできるかできないか関係なしにあんまやる気がしないんですよ。あの、やる気がしなかったんですよ。なんか何かがきちんとできたり人よりかよくできて褒められたりしてもなんかあんまり楽しくないんですよね。えー、なんで、まあ、できることでもなんかやる気がなかったらやんなかったりとか、えー、してたんですけ。けど、えー、成績とかが悪くても、なんかやる気がある人って、まあ、ちょっとこうやんちゃな人とかだったり、なんか趣味に没頭してたりとかする人って、なんかそっちの方がこう、 女子にモテてたんですよね。なんでやる気を出して。まあ、人からやる気があるっていうふうに。えー、何に関しても、思われないと。なんかこのままだと、なんかこう、女の子と仲良くできないというふうに、思いましたで、ね。で、なんかサボってんじゃねえよみたいなことを、こう、なんか。ぶつけてみたんですよ。そしたら、なんか。その、たず、あの、僕が訪ねていった先生が。なんか、すごく。こう、低い、いい声でですね。なんか、ちょっとドスの効いた声で。 幼いお前なんか勘違いしてねえかみたいなこと言ってきてですねえ続いてですねあの教科書に書いてない研究されてないじゃあお前がやれやって言われたんですねそうその答えてくれない人の回答が欲しいんですよやる気がなくて答えられないっすみたいなその やる気を測りたいみたいいみな感じなので,す、ねなんでえー、やる気のなさど,どうやって測ったらいいのかってことなんかで、えー、とその心理学の研究法についてたくさん勉強、えー、としたりとかあそれがあの今大学で、あのー、心理学の実験とか心理学の統計法とか教えるきっかけになってます。えー、どうやって無気力を測ったらいいのかとかいうことを考えていろんな研究法を試した。 試して勉強したっていうことの成果がそれで,でたどり着きたどり着きつつあるんですけど、まあそう,いう考えると社会におけるやる気の位置づけとか意義って何なんだろうなとかって思ったりもでですね、えー、仕事、えー、ですけれども、基本的にあの。 心理学の教育とか研究に関わる仕事をさせていただいて生、まあ、かしていただいております何かっいうとですねあの心理学って国家資格がなかったんですね臨床士っていう資格はあったんですけどそれって文科省認定の民間資格だったんですで民間資格はとまざこちらの団体とかでこう国家資格化が必要だよというようなこう何て言うかなシンポジウムっていうかそういうミーティングっていうかその会合っていうんですかねをですね いろんな場所で開いたり、まあそれのこう運営とかをうちの会社でやらせていただいたりとかしてですね、もう会場を抑えて広告うって。 で,で、えー、と来ていただいた方から、えー、と参加費をいただいてその領収書とか発行したりさまざまなご案内したりとかですねで、えー、と誰にお話をしてもらう場所でやってましたねをさせていただいたりあとですね、まあ、国会議員の先生方にですねあのこの資格必要な,なのでぜ,あのぜひともあの法案としてあの。 お願いしますみたいな感じのことをです,、ねえー、するためにさまざまなパーティーにです、ねえー、行ってですね、それとですね、SNS、えー、SN あのインターネットに割といます、あとは研究業績、つまりこれまで発表した論文とか、あの学会発表の履歴ですね、えー、なんかが気になるとかいう人が、もしいらっしゃったら、ご関心を持っていただけるようでしたら、あの個人のウェブサイトもございますので、そちら、アクセスしてみてください。